毎週月曜日は中日ドラゴンズ OB で野球評論家の川又米俊さんと共にお送りしていきます。川又さん、えー、私、野球、えー、素人、勉強中でございます。どうぞ、お手柔らかによろしくお願いします。いやよろしくお願いいたします。お願いします。夫が本当にドラゴンズファンで、はい、川又さんにあるのすごく羨ましがって,いて本当ですか川又さんと言ったら23番左打ちがかっこよかったんだよというふうに<ー>興奮しておりましたま。よろしくお伝えください。ありがとうございます。さあ先週は真夏 のホーム6連戦でした、はい、え早速、昨日までの6試合を振り返っていきましょう。まず、8月8日火曜日、名古屋ドーム広島戦1対1で引き分けでした。先発は1軍昇格即先発となりました鈴木投手。なんと7回、ワンアウトまでノーヒットノーラン。無四球となった完璧なピッチングえ。7回に広島鈴木に同点タイムリー打たれましたが、鎌本さん、この日の鈴木投手、いかがでしたかあのー、 なんかこう、ヒットを打たれそうな雰囲気はなかったですね。も、ま、う、あ、本当に、ノーヒットノーラン、やるんじゃないかなっていうような勢いで投げてましたね。ああ、もうそれを期待させるような、もう、オーラがあった、はい。そうですね。まあ、たまたまあの、鈴木誠也に、同点タイムリーを打たれて、<え>まあ、勝ちこそはつきませんでしたけれども、まあ、久々の登板で、まあ、翔太らしい、うん、 ピッチング内容だったかなっていう気がしますね。そうですね。はい。まあその後、谷本田島伊藤岩瀬又吉と、現状のドラゴンズ黄金リレーで0に抑えて、結局延長12回を1対1の引き分けとしました。えー、まあそしてこの日、悲しい報告もあったんですよね。はい。中日ドラゴンズ森監督の娘さんが35歳の若さで乳がんのため7日に亡くなられていたことが森監督から発表されました。 監督はこの日ゲーム前に選手にご自身から一人になると辛くなる。ユニフォームを着て一緒にやらせてくれと伝えて再配を振るったということですね。あの、川本さんご信仰が深いということなんですが森監督ってどんな方なんですかそうですね。あのー、見た目はね、えー、怖そうな顔をしてますけれども、うん、普段はこう、お茶ゃな方で、えー、気軽にね、えー、お話をさせていた,いただく中なんですけども、まあ本当に残念なことで、 えー、まあ、森監督も、ね、ええー、辛かったと思いますけれどもね、あの、現場で指揮を取って、えー、うん、頑張ってほしいなっていう思いでいましたね。そうですよね。さあ、そして、9日水曜日、名古屋ドーム広島戦、7対1で勝ちました。先発は大野投手、森監督も簡単にフォアボール出すが、試合は作ってくれたというように、6回1失点で今シーズン4勝目を挙げました。 まあそして何と言ってもこの日は打線が爆発しました。一番強打、プロ初の1試合5安打、2盗塁3打点。まあ、森監督のためにも何が何でも勝たないといけない試合だと気合が入っていたということで、まあ、森監督の大学の後輩大島選手も何と言っていいかわからないけれど、勝つことでしか監督に返せないと表情を引き締めて活躍しました。 本さんやはり選手の皆さん、森監督への思いが伝わるというゲームでしたよねそうですね、選手が本当一丸となってね、今日の試合、絶対無理しなきゃいけないって思いがね、えー、伝わったと思いますし、娘さんのね、うん、なんていうんですか、供養にもなったのかなっていうような気がしますよね本当にいろんな気持ちで采配振るったのかなと思うと、本当にもう気持ちがもう、えー、胸がいっぱいになりますけれども。うねうん、辛いいと思いますけれどもね、うん そうですね。松、えー、さんのご冥福、はい、本当に心よりお祈りいたします。森監督もみんなが勝たせてくれた、みんなと一緒にユニフォームを着てできたことに感謝したいと声を振るわせていらっしゃいました。 そして8月10日木曜日、名古屋ドーム広島戦6対5でさよなら勝ち。先発はカープキラーの八木投手。しかし2イニングで5失点。まあ、強い広島相手に2回5失点では、もうこれゲームにならないんじゃないか危ないかなと思われたんですが、この日も打線が頑張って5回に5対5の同点に追いつきました。 少し打線が活発になってきましたかそうですね。この日のヤギはね、ちょっと、投球内容的にもね、えー、甘いボールが多かったんですけども、まあ、打たれてしまって、ね、点を捉えて、ただね、本当打線がほぼ活発に、はい、えー、来てますんでね、えーえー、なんかこう、点差が開いてても、 本当、追いつきそうな勢いを感じる打順ですよね、今は。あ。じゃあカープキラーの八木投手、えー、はじめ、活発になってきていると。そして、9回裏に大島がさよならタイムリー。で、結局、首位広島を名古屋ドームに迎えて、2勝1分けと、勝たせなかったっていうのは、これ、嬉しい打算いや,やっぱね、首位、ね、広島に対してね、はい、えー、勝ち越し、2勝1分け。 もう、十分すぎるぐらいなね、内容だったんですけども、ほんとこう打線が良くなってきて、まあ投手陣もね、頑張ってますんで、いいチーム状態になってきてるなっていうふうに気がしますね。ドラゴンズってホームに強いんですか結構強いですね。大概あの、ホームでやるチームは、案外こう、勝率的にはいいんですよね。 だから、ドラゴンズも名古屋でやるときは結構、えー、いい戦い方をしてくれますね。はあ、本当にいいラス三3連戦でしたね。はい。そして、えー、変わって11日金曜日からは名古屋ドームでヤクルト戦。えー、まず10対2で負けてしまいました。先発はバルデス。この日は7回まで投げましたが、10失点。まあ、試合を壊してしまいました。あの、か田さん、もっと早くバルデス変えるべきだったんじゃないかって声上がりましたね。いや、その通りですよね。やっぱ今、打線がいい時にね、はい、えー、3点4点だったら、本当は、 ワンチャンスだと思いますののので<ー>早めに交代させててて、えー、打線の雰囲気を待っててもよかっもかかたなやっぱりあまりにもこう、点差が開いてしまうと、返していくのが大変ですからね。あ<ー>まあこの辺はあのき、見極めっていうのがね、えー、ちょっとできてなかったのかなっていうふうに気がしますけどね。かまたさんも結構歯がゆい思いで見てらっしゃった。それはもう、やっぱ、点差がひ開いていけばね、はい、こう、やっぱりこう、いくら打てても、 え、返すのは大変ですからね。<ー>3点4点だったら本当にワンチャンスだと思いますしね。ね<ー>え、ちょっと残念でしたね、ねこの試合はあの。結局前回の神宮球場からドラゴンズ4試合でヤクルトに41点。 ししねね、ちょっと捉えすぎだなっていう気がしますけれども。ああ、そうですね。そして、12日土曜日、名古屋ドームヤクルト戦、3対0で勝ちました。先発は、排水の陣、若松投手。ランナーは出すものの、7イニングをゼロに、特に7回のピンチは気合が入ってましたよね。いやこの日はね、若松も、やっぱりね、まだ勝ててないっていうこともありまして、えー、あの、気合の入った投球内容でしたね。やっぱりこう、打たれながらも粘り強く、うんえー、投げていた姿を、 感じますね。<ー>だから、味方が点を取ってくれて、自らピンチを、ええー、ま、ま、ええー、まぬ、まぬいたんですけども、なん何とか抑えて、えー、やっぱりね、今季初勝利上げたっていうのは良かったですね。で、打つ方では、大島に先制ホームラン。8回にはダメ出し、あの、ゲレーロの29号ホームランで、ダメ押し、ゲレーロの29号ホームランで、 勝ちました。まあ、ゲレードもね、最近本当当たってますからね。はい、えー、本当40分ぐらい打つんじゃないかなっていうぐらい勢いを感じますよね。ああ、そうですか。まあ、大島もね。えー、えー。 そんなホームラン打たないバッターなんですけども、この日はね、うん、見事でしたね。ああ、いい流れができてきてますね。うですね。そして13日、日曜日、昨日、名古屋ドーム、ヤクルト戦7対2で勝ちました。先発,先発は吉見、ま。初回から失点して8安打されましたが、粘りのピッチングで7回を2失点。今シーズン3勝目を挙げましたあの。昨日の吉見投手はいかがでしたかまあ、吉見も同じでね。 えー、粘りながら粘りな、まあ先、先に先生とを許してしまったんですけども、うん、その後はね、しっかりこう我慢して、えー、味方が追いつ、すぐ追いついてくれて、うん、そっからこう、自分の本来のピッチングができたのかなっていう風な気がしますね。 たんですね。そしてこの日はスリーラン2本。まずはホームラン王ゲレーロの30号スリーラン。これは両リーグ最速なんですよね。すごいですよね。はい、あの4月のことを考えたらね。ここまで来るかな？っていうのは心配があったんですけども。あ,えー、あの4月を乗り越えてからはね。やっぱこう日本の野球に慣れてきて、えー、打球もよく飛ぶようになってきてますから。これやっぱり40分以上はね。期待したいですね。えー ゲレーロ選手ってお話しするとどういう人なんですかいや、あんまり話したことはないんですけども、<ー>でも陽気そうな感じがしますよね。なんねそういうイメージありますよね。はい、そして最後は福田の9号スリーラン、効果的な得点でしたね。6アンダーで7点をけげたドラゴンズが連勝。結局、えー、3カード連続の勝ち越しとなりました。まあ福田もね、このところ本当当たりが出てきて、本当、はい、ようやくね、こうサードを取り、サードを守っていて、えー、打線の 一角を任せられるような打者になってきましたね。はあ、頼もしいですね。はい、ということで、ドラゴンズは先週6試合を4勝1敗1分け、トータルでは107試合を戦って46勝56敗5分けでセリーグ5位、3位 DNA とはゲーム7差となりました。 ただね、やっぱ今,今週はあ、先週は4勝1敗ということで、はいえー、この調子で行くと、なんか借金も返していけるような勢いがあるような気がしますんでね、はいうん、このまま行ってほしいなっていうふうに思いますよね。クライマックスシリーズも楽しめるという感じでもああ、それはね、あくまでもあ最後まで諦めずにね最、最低3位を狙ってね、行ってほしいですよね。はい、行ってほしいですよね。はいはい さあ、ここまでありがとうございました。試合、先週の試合、昨日までの試合を振り返りました。さあ、では、よりどり野球クイズですえ。今日はですね、稲沢市の仮面ライダー龍起さんからのクイズです。ドラゴンズ、山井大輔投手のニックネームは、ある戦隊ヒーローの名前が使われています。それは、誰でしょうあ、これすぐわかりますよ。あ今日は。あのメガネですよ。はい、メガネがヒントになってますよ。あ 結構これリスナーさんもわかる方多いんですかねと思いますよ。はぁ、あ。言っちゃっていいですかどうぞ。ウルトラセブンですよ。大正解です。えー、曲一採用された仮面ライダー隆キさん、川又さんのサイン色紙プレゼントいたします。この、後ろまでこの、バンドがついているあのメガネですよね。はい、いや、後ろまでついてない。あ、後ろまではついてない耳だけで。あ、あはい、でも、形が特徴的。そうですね、あのー、メガネ。うんえー 大介は、えぇ、ー、禁眼っていうか、はい。目が悪いっていうことでね、えー、あれをつけてるんです。す制で。まあ、ピッチャーでね、つけて投げるって結構難しいんじゃないかなって思うんですけどね。で,ねでも、えー、ずっとそういうスタイルでやってますからね。でも本当に特注中の特注みたいな感じで作ってらっしゃるんでしょうね。ううねまご存知の方も多かったかもしれません。えー、答えは、えぇ、大正解のウルトラセブン。山井投手がゲームの時につけるメガネが からもう、慣れてますよね。ああ、そうなんですね。えー、見てて。だから、別に違和感ないし。うんうんうん、うむしろかっこよくも見えてくるっていういで、ね。ですよね。まあ、僕らああいうスタイルでやろうと思ったらなかなかできないなって思いますからね。うん、あ,ーえあのー、川本さんは現役時代ずっと目はもう何の矯正もなく裸眼でそったんですかです、ね、またまあ たま、あの、屋外でやるときに、まあ、あ、はい、デイゲームのときに、こう、サングラスをかけるとか。ああ<ー>。でもサングラスもね、やっぱちょっとこう、遠近感がこう、つか<え>めなかったり微妙な。あんまり好きじゃないんですよね。そうなんですね。今の選手はね、平気でこう、うん、つけてやってますからね。そうですよね。まあ、変わってきてるんでしょう、ね。はい、精度が良くなってるんでしょうね。まあ、ドラゴンズ選手のニックネーム他ですが、現役選手で有名なのは、2000本安打のあの、え荒、ー、木選手のトラ。 それから、松井正人、保守の宮尾。正人選手の名前取ってですよね。漢字を取って宮尾。そして、今年ブレイクの鈴木投手のクリストファーなどがあります。<laughs> えーまた、OB ですと、小笠原二軍監督のガッツ、和田和弘さんのベンちゃん。それから、この番組の OB でもある小田さん、ODA などが有名ですが、 鎌田さん、ニックネーム、現役時代、まあでしたかあのまあ、先輩の方だと、ヨネ、うん、って、ああ、やっぱり名前,名前を、はい、言われてますね。えー、やっぱり嬉しいもんですかそうですね、まあ、ちっちゃい頃から、うんえー、親戚の方たちにもヨネ、はい、ちゃん、ヨネちゃんって言われてたんで、えーえー、別にこヨネって言われて、ヨネちゃんとか言われても、うん そんな違和感ないですね。ああ、そうなんですね。ありがとうございます。ニックネームはヨネ。えー、かおま米さんに、え、詳しく教えていただきました。まあ、プロ野球選手のニックネーム、有名になるというのは活躍している証拠ですから、もっともっとこの話題になるニックネーム、どんどん増えてきてほしいですよね。そうですね。はい。